はい、こんにちは。実は最近ね、YouTube のチャンネル名変えたんですよ。気づいた人いますかね。沖縄移住マンっていうのをつけてます。あんまり好評ではないんですけどね、僕は気に入ってます。だから変えません。ということで今日なんですけれども、なんかね、そのツイッターのリプライとかで、沖縄はね、タトゥー入れてる人多いですよねみたいなのがたまにあるんですよ。そう言われてみればね、多いなということで、今回ちょっとその沖縄のタトゥーが多いっていう話と、沖縄のタトゥーの考え方でタトゥーの偏見というものについて、まあ、ちょっと触れていこうかなと思います。で、沖縄にはね、タトゥー入れてる人が多いですかとか、多いですよねっていうの言われるんですけど、確かに多い。これはね、アメリカとのやっぱり混合文化っていうところがすごい背景として大きいんですよ。やっぱ昔ね、アメリカの統治下だったっていうのもあって、アメリカの文化がやっぱり多く、沖縄には残ってます。まだやっぱ基地があったりね、そういう影響もあるとは思うんですけど、なのでね、タトゥーを入れてることが そこまで違和感ではないっていう感じなんですよね。でむしろね、やっぱファッションとして受け入れられ始めてる、やっぱ昔から受け入れられてるられやすいとは思うんですけど、やっぱどんどんね、若い人もね、入れる人も多くて受け入れられ始めてるっていうのはあります。なのでタトゥーという文化がそこまでいびつではないと。うん。でね、まあ国道沿いとかっていうむちゃくちゃ見える場所にね、タトゥーパーラーとかがあったりするんですよ。これって多分内地ではあんまり見ないですよね。やっぱちょっと奥まった場所とか、ちょっと雑居ビルの中とかにタトゥー入れるとこあるよぐらいの感じでやってるじゃないですか。まあそういう見える場所にも全然タトゥーのお店、タトゥーパーラーとかがあったりするんで、やっぱそれがなんていうの、この県がどれだけそのこの県のタトゥーに関する認識というか、そういったものが現れてるのかなと個人的には思ってます。で僕自身もタトゥーへの偏見とかは全くないです。ファッションだと思ってます。でそもそもね、なんでタトゥーに対する偏見があるのかっていうところからなんですよね。タトゥーの偏見があるないっていうのは多分みんな、あ、確かにそういうのあるの聞いたことあるっていうのあるんですけど、なぜタトゥーが偏見されてるのかっていうの意外と知らない人多いんですよ。これをちょっとね、小話ぐらいで聞いていただければと思います。タトゥーへの偏見、いわゆるタトゥーとか入れ墨、これタトゥーと入れ墨の違いって刺す針の深さらしいんですけど、タトゥーへの偏見の始まりとかって江戸時代ぐらいからなんですね。で昔入れ墨刑っていう刑罰が存在したんですよ。入れ墨刑っていうのが、入れ墨を入れてるっていうのは犯罪を犯した人に入れ墨を入れるっていう昔の刑罰なんですね。つまり入れ墨を入れているのは犯罪者の証っていう形で認識されてたんですね。なので日本人の中には潜在的にね、昔から脈々と受け継がれた入れ墨やタトゥーへの悪い印象っていうのがあるんですよ。これはね、ある意味仕方ないのかもしれないですよね。昔から受け継がれてきたものなんで。ただこれってあくまでも江戸時代の話なんですよ。いわゆる前時代の遺物なんですよね。令和のこの時代にね、そんなものを掘り返して批判するっていうのは、悪いとかいいとか以前に意味がわからないんですよね。だからそんなに前の時代の文化を継承して、なんかこう脈々とそれを否定し続けよう、タトゥーはダメだって言うんだったら、スマートフォン絶対使わないでほしいと思うんですよね。前時代のことを引っ張るんやったら、新時代のことは絶対やらないんだねっていう、そんなことを言われても仕方ないんじゃないのって個人的には思うんですよ。で、まあタトゥーってファッションだという位置づけなんですよね。世界的に見てもね。じゃあファッションであるのなら、何よりも個人の自由だと。髪の毛の長さとかね、どんな服を着るのかとか、爪どんな風にいじる、コンタクト何色にするなんかも全部ファッションじゃないですか。ファッションであるということは、誰にも迷惑をかけてないんですよ。誰にも迷惑をかけてないんだから、そもそも批判する、称賛するという対象ではないんですよね。タトゥーを批判する、じゃあそういうことを総称してみたときに、タトゥーを批判するっていうのは、要するに見た目で判断してるっていうことですよね、その人のことを。それって肌の色とか目の色で判断する人種差別と何ら変わらないんですよ。めっちゃ飛び抜けたことを言うとね、暴論かもしれないですけど、人種差別は世界的にダメだっていうのに、タトゥーを履いてる人をダメとする判断は人種差別ではないんですかって思うんですよね。だからなんつうんだろうな、でもね、タトゥーを批判している人とかに、なぜタトゥーを批判するんですかっていう質問をしても、多分明確な答えを言ってくれる人っていないと思うんですよ。それは昔からダメなものだからとか、見ていて威圧的だからっていう、あくまで個人のイメージ的な感想でしかないんですよね。だからタトゥーをダメだと思う気持ちは別に持ってていいと思います。全然いい。で、嫌いっていう人もいると思う。それは全然いい。ただそれを口に出したり、
それでそのタトゥーを入れてる人の人生を変化させるようなことをするのは違う。例えば面接で落とすとか、変な噂を立てるとか、いじめるとか、思うだけにしてほしいなっていうのは個人的には思いますね。でもどんな偏見や差別にも同じことが言えるんですよ。正当な理由、正当で理不尽ではない理由が言えないのなら嫌いで置いとかないとダメ。それが偏見とか差別のアクションに変化してしまったら、ダメだなと個人的には思ってます。まあ今回はね、その沖縄にはやっぱタトゥーしてる人が多いし、タトゥーへの印象っていうのが多分ないしと若干違うということで、タトゥーに絡めた話を、いたしました。他にもね、何かそういうコメントとかいただければ、それに関することはお調べして、まあこのようにちょっと僕の見解を交えてお話していこうと思っているので、まあどんどんメッセージの方をお寄せください。はい、ということでね、また次の動画を見ていただければと思います。さようなら。